今週のお客様は六角コーヒー吉島康隆さんです吉島さんどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします吉島さんはいまだ若いんですよね <laughs> <laughs> ねもうでももうね三十来年で来るので来年三十、はいはい、あれご出身がどちらでしたっけ出身はもう八戸の港高台が生まれも育ちも、うん、はいそうですね で、八戸に、あ八戸を出た経験は。八戸はもう高校まで八戸市に住んでて、うん、そこから東京に。はい、出て。大、なんかちゃんと住み始めたのはもう十年ぶりくらい。ですね。あれ、うん、八戸戻ってきたのっていつですか。ちょうど今一年くらいになるんですけど。はい、東京にじゃ、ど、ん、どのぐらいいて。東京はだいたい四年くらい。 行って、その後はもう日本をぐるぐる <laughs>。回って、で。うん、前回、こっち帰ってくるまでは、宮崎に4年間。<お>はい。住んでました。端と端にいましたね。はい。<laughs> <laughs> そうか、じゃあ高校卒業後。まあ、東京に出て。はい。それは進学か何かですか。そうですね。復職の専門学校に2年いました。 服飾っていうことはやっぱりその高校卒業するぐらいの時の夢はこうお洋服作りたいとかスタイリストになりたいとか、ね。とかなんか華々しい世界に憧れて出ていったんですけど。 何が本当はやりたかったんですかかその頃何がやりたかったっんでしょうか <laughs> 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 まあその時はもう全然右も左も、ねうん、世の中の仕組みも分かってないような状況で自分の理想ばっかり追いかけてとりあえず東京に出たんですけど、はい、ちょっとイメージと違ってたそうですねでもまあその経験がすごい 今にも大きく影響されてるなっていうのはありますけど、うそうですか。はい、で、その後、あの宮崎っておっしゃいましたよね。はい、宮崎にはどういった興味で、それはまあ、こっちにちょっとその時離れてから帰ってきた時に、その岩手の山形村、旧山形村って、今もう久慈市になってるんですけど、うん、そこにバッタリー村っていう、その山村文化を。 守っての伝えていこうっていうところがあって、そこでその炭窯がありまして、うん、そこで炭焼きに出会ったのがきっかけで、その炭焼きをやってみたいなっていうので、はい。そのじゃあ炭を作りたいなって思い立って、九州まで飛んだ。そうですね。とりはめまあその便乗炭 を焼きたいなと思ってまだ見たことがなかったので、うん、とりあえず見に行かせてくださいっていう風に言ったらもうそのまま家が決まり <laughs> 仕事が決まり<ー>で結局4年間宮崎に住んでました九州に飛び炭を作り、はい、そして昨年ここ八戸に戻ってきて現在はコーヒーを販売してるそうですね。はい、吉島さんですけれども、はい、そのコーヒーなんですが まず六角コーヒー、これって、今、お店とかを出しているわけではないなそうですね。まだそこまで至ってないんですけど。<laughs> まだっていうことは今後は一応お店が出したいなっていう気持ちはあるそうですねまあ帰ってきて1年その八戸の状況を見つつどういう感じがいいのかなっていうのを探ってる段階です。となると今この六角コーヒーっていう名前は吉島さんの取り扱ってるコーヒー豆とか入れたコーヒーのブランド名って考えていいんですか名いいかなるほど野合名かはい 普段はどういったところで、はい、今お店ないじゃないですか、はい、普段どういったところで吉島さんのコーヒーっていただくことできるんですかそうですねまあこの春からこの秋くらいまでは出店があるので、うん、自分が出てった時に飲んでもらうか八戸<ー>だったら唯一あのソ小中野の新町にあるソウルブランチ新町で豆を取り扱ってもらっててそこで豆を買ったりそこで飲んでもらったりはできるようになってます。あじゃあ 常時いただくことができるのは小中野にあるソウルブランチ新庄、はいそ,ね、その他はイベントに出店されてる際に好きだこのコーヒーって思ったら吉島さんに声をかけて <laughs>、はい、<laughs> コーヒーヒ豆を買わななけければいけないと思う <laughs> そうですね <laughs> うでもそれでも結構口コミで広まってるんじゃないですかそうですね今 とりあえず今年1年通して出してみて、うん、はい、ね、<laughs> 徐々にお客さんがついてくれてるようになってますねあ,あ,ありがたいですねありがたい <laughs> ねえ助けて、ね、<laughs> 普段はじゃあソウルブランチ新潮さんではあそこカフェなので、はい、コーヒーヒをいただくことができますそうですね、うん、はいあそこのオリジナルブレンドで出してるので、うん、はいでまあ口コミとかで「 コーヒー吉島さんのコーヒーが好きなんですけどっていう方に対してはコーヒー豆を販売してるそうですね豆で販売してます、うん、はいそっかそしてね今日その吉島さんが深入りしたのかな、はい、これは、はい、深入りして入れたコーヒーをお持ちいただきましたでこれ触ってみると100個いんですけど <laughs> これっていうのはお湯で入れた後に冷蔵庫で保存したりってことですか 今回持ってきたこれは水出しコーヒー。まあ普段水出しコーヒーを出してるんですけど、<ー>はい水で出してます。水出しってあの私たちが思ってるお湯をこう細く上からかけて、はい、お湯かけてコーヒー落ちるじゃないですか。はい、それを水にするんですか。そうですね。ざっくり言うと。<laughs> へ<ー> <laughs> はい。<laughs> これ入れた状態でこれってどのぐらい保存が効くものなんですか。美味しい。 だったら大体冷蔵庫で1週間くらいが味的には美味しいんですけどそんなに長持ちするんだそうですねやっぱりそのお湯を使ってないので、うん、その酸化しづらいっていうのもあってコーヒーを落としてからのお湯にするより酸化しにくいんですかそうですね熱が通ってない分でこちらがチョコレートはい冬の時期にこれもカカオの豆を焙煎してすり鉢ですって 砂糖だけ入ってほとんど添加物は入れないんですけどはい。カカオ豆もいるんだそうですねそのカカオ豆の入り方でもやっぱりチョコレートの味っていうのは変わってくるそうですね全然違いますね今回生チョコ風ということで実は持ってきてくださったんですけど、はい、この生チョコ風のチョコレート作る時ってはい カカオ豆と何を入れるえとお砂糖とこれはライスミルクの生クリーム普段普通よ一般的には何度生クリームとか脱脂粉乳とかを使うんですけど、うん、その牛乳アレルギーとかそういう人のために基本的に出してる焼き菓子とかも、うん、その動物性はなるべく使わないで、はい、お菓子とかは作ってます。へえ。そういうそうか そういうものにアレルギーがある方が選択肢として吉島さんの作ったお菓子を召し上がるっていう、うん、いっぱいそういうなんかお菓子とかチョコレートとかも市販で売られてるので、うん、なんかそ,そこの同じ土俵でやっても埋もれるだけなのでそういうやってる人が。まあ、八戸は あんま多くないので、うん、まあ一つの選択肢になったら嬉しいなと思って、うんはい、やってます。そういったお菓子もソウルブランチ新庄さんで召し上がって、はい、はいぜひ小中野にあるソウルブランチ新庄に足を運んでみてください。さあたくさんにお話を伺ってまいりましたけれども、<laughs> 地元が八戸でいらっしゃいますよね。はい、で、まあ 関東に出た経験もあり、はい、九州で墨も作ってて。うん、で、現在は地元の八戸に戻っていらっしゃいます。高校まで八戸にいた時の八戸のイメージと、今のイメージって、やっぱり変わりました、はい。そうですね。やっぱり、その高校時代というか、その時はもう。なんか、あんまりいいイメージは持ってなくて、うん、やっぱり。なんか、外ばっかりを見てたというか。うん 海外だったりその都会東京仙台とか、うん、そういう方ばっかりに目が行ってたんですけどやっぱり実際そういうとこにも住んでみたり行ってみたりしたとこ時にその地方の良さというか、まあ、自分がやりたいことがもう都会でできなくなってることが火を焚いたりうそういう暮らしもできないし自分としてはもう地方の方がすごいメリットがあるなっていう。 そういう生活をしたいならご自身のやりたいこととこの八戸っていう土地柄がぴったり合ったそうですね<ー>、うん、今コーヒーを作りになってますけど、はい、今後他にやってみたいこととかもあるんですか今その東京から離れてちょっと帰ってきた時期があったんですけどその時にあの日差し,しに出会ってて、うん、なんかその復職 まあ今でも服が好きでそういう地方での服飾っていう意味でで今今度なんか今度っていうか,なんか知り合いのお店がまたその人も東京で結構大きいブランドでの立ち上げとかで関わってた人がその人は東野なんですけどその人もその帰ってきて東野に帰ってきて今東野でデザイナーをやってるんですけどその人と 最近よく話してて東京とかで実際に作られてる服企画は東京なんですけど実際作られてるのは結構地方なんですよ。うんうん、で東北青森も多いですしで一その岩手も多いんですけど岩手,だった岩手でもシャネルの生地を作ってたり<ー>その東京の一流ブランドのスーツとかも青森で作ってたりとかするのでその地方で。 結構完結服作りも完結できて、うん、できるのでそういう方向でなんか地方の良さを出していけたらいいのかなと。 思ってますだからこっちに帰ってきてすごい面白いなと思ったのがもうこの青森八戸とかに限らずその東北でいろいろつながれるなっていう面白みがすごいあって八戸だけ盛り上がっても面白くないので、まあ、もちろん八戸にも誰かがいて岩手に誰かがいて秋田に誰かがいて、うん、でそのつながり を、なんか大事にしてったら、すごい面白いことができそうだなっていうのが。はい、ありますね。うん。あと、コーヒー、今焙煎されてますけど。前まで炭作ってたじゃないですか。で、今も炭で焙煎はしてるけれども、その炭って自分でお作りではないんですよね。今はそうですね。はい。その、自分で今作ってないっていう理由は。今、釜がない。んです。そっか、そっか。はい。それも全部自分で八戸でできたら、もしくはそういう。 三八地域とかでつながってその炭をもらってとかっていろんなつながりができたらまた面白いですね。そうです、ね、まあ自分で、ね、体一つしかないので、うん、<laughs> やれることが限られるので、まあ、自分は今、まあ、コーヒー屋がメインになってるので、まあ、いろんな人を がなんかいろ各自なりわいを立ててそこでつながって一つの集合体となって形になったら面白いのかなと思ってやってますだからいろんな人がいてほしいんですよだからいろんな人にいろんなことをやってほしいんですよ好きなことを。自分が好きなことはコーヒーで自分違う人は服が好きだったり農業が好きだったり自分の好きなことを思いっきりやってもらってそれを表現してったらすごい面白くなるんじゃないかなと。 その表現する場所を今若い方たちって「八ヘだとできないよ」って関東に行ったりもしくはそういう夢とか趣味があっても保守的になってチャレンジしない方もおそらく多いのかなと思うんですけどここ地元で今コーヒー屋さんとして働き始めた吉島さんからそういう方に <laughs>。 メッセージをすごいなんか自分都会に出てみてやっぱすごい地方のまあ宮崎もなんですけど地方ってすごいやっぱ若者が出てっちゃうばっかりで,ですごい高齢化してってる過疎地域とか特にそうなんですけど、うん、逆にもう農業とかそういう都会でできないことをやりたいとか人にはすごいなんかチャンスというかなんかスペースが空いてるよっていう。うん すごい家とかも安く貸されてるし農地とかも借りようと思えばすごいいっぱいあるしすごいチャンスなのでもうリスク何でもリスクだとは思うんですけど <laughs>、ね、やってみたらできないことはないと思うのでどんどんすごいチャレンジして。 て欲しいなとは思います <laughs> やったらうまくいくので <laughs> <laughs> ね。で、そういう人のつながりも大切にしてみんながみんなで八戸っていう街を盛り上げたら楽しいですね夢が広がります <laughs> ということで2週間にわたってお話伺ってまいりました六角コーヒーの吉島康隆さんでした吉島さんどうもありがとうございました